インストラクショナルデザインは、教育の場などにおいて、学習者の自由度を保ったままで、高い学習効果が生じることを意図して、具体的な計画を立てることである。インストラクショナルデザインの意味は、細かく区切られた学習、教育の単位である、インストラクションを形作るということである。インストラクショナルデザインは、e-learning 教材、学習材の制作にも用いられることもある。 概念である。インストラクショナルデザインは学習ニーズの分析とシステマティックな授業の設計を行う。インストラクショナルデザイナーはしばしば授業の設計方法としてインストラクショナルテクノロジーという。インストラクショナルデザインモデルは典型的には手段を特定する。もしそれに従えば知識、スキル、態度を学習者に習得させる。インストラクショナルデザインの基盤は 学習理論、コミュニケーション学、情報学、メディア技術であり、それらを統合したインストラクショナルデザインの理論、モデルである。アディモデルに代表されるインストラクショナルデザインのプロセスは、これらの基盤の上で成立するものであり、アディのみを意識したシステマティックな設計が、必ずしも魅力的で効果的な学習環境を構築するとは限らない。 インストラクショナルデザインは、人はいかに学ぶか、学習とは何かという問いに対峙し、より良い学習の環境を、総合的にデザインすることを目指している。インストラクショナルデザイン分野の基盤の大半は、第二次世界大戦によって築かれた。当時の米軍は、銃の取り扱いや、海洋を渡るための船の操縦、爆弾の製造といった複雑で、専門的な作業ができるように、 大量の人々を早急に訓練する必要に迫られていた。訓練では BF スキナーによるオペラント条件付けの理論を根拠として観測可能な行動の変容に焦点が当てられた。課題は小さな解課題に分解され、それぞれの解課題は別々の学習目標として扱われた。正しい行為は報奨され、誤った行為には修正が施された。 戦時下における訓練モデルの成功は、戦後、企業や工場に取り入れられた。また、初等、中等教育においても、限定的に取り入れられた。1955年、ベンジャミン・ブルームは、その後大きな影響を与えるタキソノミーを発表した。彼は3つの学習領域を設定した。すなわち、認知的領域、精神運動的領域、上位的領域である。 これらの分類は現在でも教授設計に影響力を持っている。1960年代には心理学者のジャン・ピアジェによる認知発達研究が英語圏に広く知られるようになった。ピアジェによれば子供の思考が発達する過程には通過しなければならない不連続な段階がいくつかあるとされる。幼い子供は具体的で操作が可能な情報しか処理することができず、 抽象的な思考をしたり、過去を振り返ったり、未来を予測したりすることはできないとされた。年齢が高い子供は、これらの能力を少しずつ発達させるのである。1970年代、シーモアパパートは、ピアジェの発想をもとに、ロゴを開発した。ロゴは、前に10や、右に90といった簡単なコマンドで、画面上の亀の動きを、子供たちに、 コントロールさせるシンプルなプログラム言語である。学習理論は1960年代、1970年代のコンピュータの発展に影響を受けた。多くの学習モデルが情報処理アプローチを採用した。1980年代、90年代になり、構成主義理論の登場という形で、学問の世界にもポストモダンの影響が見られるようになった。 進歩的な理論家の中には、これまでの知識に関する見解である、知識は個人の経験とは切り離された形で存在するものであるという見解や、知識は教師から生徒に一方的に伝達されるものであるという見解を否定するものも現れた。また、すべての知識は社会的に構成されており、客観的な真実というようなものは存在しないと考えるものも出てきた。 さらには、学習者は、タブララサではなく、各自に、固有の経験、知識、スキル、態度を学ぶ存在であると考える者も,もいる。20世紀の後半になると、構成主義に対応するように、認知主義理論が登場した。これは、人の脳が、どのように情報を処理し、蓄積するのかを表すモデルを提示する理論である。21世紀の認知主義理論において、勢いのある理論は、 コグニティブ、ロードセオリーである。インストラクショナルデザインの理論、モデルを駆使して、学習環境の分析、評価、設計、開発などを行う、専門職をインストラクショナルデザイナーと呼ぶ。軍において、新兵の連動を短期間で高めるための効率的な教育技法として、インストラクショナルデザインが発達してきた経緯から、アメリカでは、専門職としての地位が確立されており、 大学の教育計画部や大学院の教育工学系専攻でインストラクショナルデザインを学ぶことができ、イーダーの資格認定制度も存在する。熊本大学日本においては長らく養成期間がなかったが、2006年に熊本大学が大学院社会文化科学研究科の中に教授システム学専攻を設置した。フロリダ州立大学でインストラクショナルデザインを研究した。 鈴木克明を中心にインストラクショナルデザインの理論、モデルを適用した e ラーニング設計、開発専門家の養成を目的としており、この学問領域において唯一学位認定している大学となるお授与。青山学院大学青山学院大学においても e ラーニング人材育成研究センターを設置し、同様の専門職養成課程を設置している。 インストラクションのための素材を作り出すのに最もよく用いられるモデルはアディーモデルであろう。これは次に挙げる5つのフェーズの略語となっている。ディックキャリーやケンプの ISD モデルのような現在見られる多くのインストラクショナルデザインのモデルはアディーモデルから派生したものである。ISD モデルの改良点はラピッドプロトタイピングである。これは インストラクションに使用される素材の開発中に継続的なフィードバックあるいは形成的なフィードバックを求めるものであり、開発中の比較的修正が容易なうちに問題を見つけ出すことで時間や費用の節約を図るというものである。行動主義、構成主義、社会的学習、認知主義などといった様々な教授理論もまた、インストラクションに使用される素材の設計にとって、 重要な役割を果たす。これらの理論によって、インストラクションに使用される素材の出来具合が左右される。現在、インストラクショナルデザインの目的を利用者の手助けと定義する動きがあり、ブリガム・ヤング大学のディロン・イノウエ・ヒロシらが、この運動を主導している。インストラクショナルデザインは、有用な指導方法及び、教材の作成を扱うため、多くの関連分野がある。 ありがとうございます。